日本列島近海の海流1、黒潮2、黒潮続流3、黒潮半流4、津島暖流5、津軽暖流6、宗谷暖流7、親潮8、リマン寒流津島海流は、九州西方沖に分布する、黒潮系の水海と、東、シナ海の沿岸水が混ざり合った海水が、津島海峡を通って、日本海に流入する暖流、津島暖流とも呼ばれる。 地理学者の市川武雄により、青潮というニックネームも付けられている。津島海流はいくつかの流路を通って、日本海を北上する。一部が朝鮮半島東岸を北上し、本流は東北地方西岸を通り、多くは津軽海峡から太平洋へと流出し、残りは北海道沿いに北上して、宗谷海峡からオホーツク海へと抜け、わずかながら、 西から不等気へも流れている。津軽暖流は噴火湾や襟も岬沖で、宗谷暖流はオホーツク海を北海道沿岸に沿って流れることから、根室沖で確認されることもある。これらの流れは東、シナ海と太平洋との水位差に支配されている。津島海流の厚さは200メートル、海域によっては300メートルあるとも言われ、流速は流軸付近で、 毎秒50センチメートル程度である。日本列島の日本海側は、同じ日本国内でも、東東や東北地方の太平洋側や、同意度の対岸にある、朝鮮半島やロシア極東に比べて気温が高いが、これは、津島暖流の影響である。このことは、 南北を海に挟まれた山口県において、最も年間平均気温が高いのが、萩市沖の離島の三島であることからもはっきりわかる。日本海側の地方、特に東気の福井県霊北地方、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県津軽地方は、日照時間が短く雨や雪の日が多い日本海、川気候であり、世界有数の豪雪地帯となっている。 これは、冬季の寒気である、シュベリア高気圧が、日本海を通過する際に、北西季節風を起こし、暖かい津島海流から、水蒸気を大量に蒸発させた結果、雪を降らせる雲を形成しているからである。気温は、日照が少ない分、太平洋側よりやや低いが、曇りがちで放射冷却効果が弱いため、冷え込みは緩い。また、冬の日本海は、高天が続くが、 これもこの北西季節風が原因である。日本海側の地方の夏は多くの地点で同緯度の太平洋側よりもやや高温であるのみならず日照時間も長い。特に北陸地方や東北地方は寒流である親潮から吹いてくる山瀬の影響を受けやすい同緯度の太平洋側と比較して顕著に高温多少であり例外が起こることも少ない。 津島海流は日本海側の地方に冬の積雪や豪雪に由来する豊富な水資源と夏の高温多少をもたらし、結果的に稲作に適した国草地帯と風土をそれぞれ作り出していると言えよう。ありがとうございます。